はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は2月の13日、水曜日。時刻の方は15時39分です。ピュピュー。はい。そんだけどね、今回はね、ちょっと苦手な方もいるかもしれませんね。チュー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 。ね。チューチューマウス。ね。ネズミのお話になります。えっ、ー、と、元気なおじいね。 あのま、ずいぶん前からもう何年も前からねあの我が家にはねじみがいてねでねじみの目撃情報が前からあったんだよ、ね、でおじいは見たことなかったんだけどあのリアルおじいとかね、うん、あとあの去年亡くなった、ね、おふくろがねじみがいたようしてねで、まあ、台所とか玄関とかでね見かけたってことなんだけどで去年ね あのおじ父が押し入れの中をお掃除してたらねあの押し入れのにこんなあのかじって開けたようなね、うん、ねじみが出入りしそうな穴が開いてたんだよであっつってでその前にねあの、まあ、洗面所とか、まあ、いろんなところねガリ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 こう角を削られてるんだよねあのいろんなねああのとあの 何か所かねあるでしょう、うとかあの本箱の角とかよくかじってあるもんで、ミミちゃんが <laughs> かじってるのかなと思ったんだよ。ほいで,、ねね、でね、よくあのひまわりの種みたいなね、ふうがあのいっぱい落ちてるっ,ってねなんだろうなって思ってたんだけど、それで、ね、やっぱネズミねずみ。で、ハクビシンじゃないかっていうね、視聴者様からの,あの声もあったんだけども。 あの実際にね、ここしばらく前から元気なおじいがあの下の台所に行くとね、台所の上で何度も目撃してたんだよ、これぐらいのこれぐらいの本体で、とにかく尻尾が長いね、ネズミ、あネズミがいるっつってね、で、リアルおじいがあの罠仕掛けるんだけど、なかなか捕まらないね。 まあ力はなないわけなんだよねじみがちっちゃいからねあのなかなかバターンまではねいかないんだよねで今回ねリアルおじいがあの買ってきたのがねこれアース製薬のデスモアこれねあの4色分というかあのトレイが4個入って4個入りでまだ1個しか使ってないんだけどあの効果的面 昨日ね、小ネズミを一匹退治することができました。早いよ、本当。この間、数日前に買ってきて、で、あの1日目ね、あちょっと減ってる、食べてるって,ってね、押し入れの中置いておいて、で、もう、昨日見たときは、もう、殻がひっくり返ってて、何もピンク色のお餌がなかったんだよ。で、あれって、これ、どっかまいたって言ったら、うん、みんな食ったんだって言うから、えぇって。で、ネズミって巣に持って帰る習慣もあるんだって。 そらくねあのネズミが食ってると思うんだよ。でおじいがあの見かけたその毎日台所で見てたネズミよりも昨日はちっちゃいネズミだった尻尾もそんな長くなくてね小ネズミ。でネズミの種類っていうのがあの3種類このねアース製薬のこれによるとで、糞でね見分けがつくんだけども、うん、もうあの。 明らかなんだよこれがね、えー、と一番上にあるのがドブネズミで下がクマネズミで3番目がハチカネズミっていうんだけどちょっとねパッと見せるねそれでフンの違いフンでねあのー、見分けがつくんだよそのフンをねちょっと見てみて。 はいこのようにねまあ,あのおじいのうちの、ね、1階にはねものすごく至る所にあのー両,せまあ、両方ねあの先端が尖っている糞がいっぱいありますねあの正直ですってはまた増えてみたいな形でねで要はひまわりみたいな種って,ってしたからハクビシンじゃないかしたけど、まあ、ひまわりの種よりも、まあ、種っぽいんだけどもあの尖ってるね ねじみなんだよね。それでね、あの特徴があって大きさが違うんだよ。で、ドブネズミっていうのは18センチから26センチだから、もうあの、こんな大きくなるんだね。ドブネズミって。18センチから25センチってかなり大きいよ。びっくりするほど。 で、ドブネズミの糞は、あの、まとまってて大きいだド。ドブネズミではない。そんな大きいのものも目撃してないから。じゃあ、その下のクマネズミ。ね。で、これはね、あの、15センチから23センチっていうからね。だいたいこ,これぐらい、これぐらいから23センチとこれ,これぐらいだよね。だいたいこれぐらいからこれぐらい。ね。 でクマネズミみたいなあのそんな大きいものではなかったおじいが見たのがねでクマネズミの本は、まあ、白ばっていて細い、まあ、似てるんだけどもね,、うん、でねあのクマネズミだとこんな症状っていうのがあって、ねえっと、天井壁伝い配管を登るのがあの目撃したらねあのやばいよとで天井や屋根裏で暴れる音がするタカ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 ,タカーってねあの運動会 これクマネズミなんだね。で、家の中に巣がある。これがクマネズミなんだよ。巣がある。で、ドブネズミは床下にいるんだね。で、外から来ている。で、あの、下水の溝で見かけたりね、川の近くにいたりする。これがドブネズミ。じゃ、今回の、えっと、犯人、ハツカネズミはっていうと、体長6センチから10センチなんだよ。で、6センチから10センチっていうと、 大体大きくてこんなもんで大きくてこんなもんで,で 6cm とこんなもんなんだよねで昨日捕まえたのがやっぱね6 7センチぐらいなんだよ小ネズミなんだようんでおじいが見かけたのは1 0ンチぐらいのもう一回り大きい親ネズミなんだねいつも見てたのはでねえとまあ大きさ的に見ておじいの目撃したのが まあ10センチぐらいだったんで、まあハ0カネジミだなって、熊とかドブではないなっていうのがまず分かったことと、まああと昨日捕まえた、実際捕まえたのがね、あのまあ6センチぐらい、6、センチのちっちゃい小ネジミだったね。で、あの、昨日捕まえたネジミ、このね、形がね、形がこういう形だった。もう形がね、そのまんまだった。うん。 ね、じゃあこいつの特徴っていうのはあのどんなところにいるのかと,と農村環境横田んぼだよねおじいとこねでこっちは基地、ねうん、だ農村環境なんだよドブもあるしねでねっと特徴としては小型で軽快な身のこなしで何でも食べる特に雑穀を食べる、ね、いっぱい食べられてる、ね、で特技は砂渡り、ね、で泳ぎが苦手。 ね、だこれねもうすべてが当てはまるのがこれあのハカネジでしたね,これねでもすごい強力だねこのデスモアっていうのはねあのー、これねアース製薬、ね、ちょっと見てみようねこれねでねああのまあ、ネズミの駆除対策っていうのがあってねでおいしょね、うん、まあどんなふうにして駆除をしたいですか まあしっかり駆除して死骸は見たくないねしっかり駆除してネズミも回収したいというと、あのー、こういうやつなんだねそういう場合はほらあのネズミホイホイみたいなこういうやつ、ね、こういうのを使えばネズミ自体を捕まえられるよっていうことなんだねで今回あのリアル OG が買ってきたね今回のこの、えっと、デスモアってやつね これはね、有効成分はね、ワルファリンっていうやつね、3日から1日連続して食べさせて、食べてから3日、1日で効果が出てきます。本当ね、あのその通りなんだよ。食べ始めて3日、1日目だったんだ、昨日ね。うん。本当、買ってきてそれぐらいだった、本当あの。で、このデスムアシリーズっていうのがあの、トレータイプと投げ込みタイプがあって、今回、リアルオジが買ってきたんだね、このトレータイプね、 ペロってめくってパッて置くだけこのあのー、このトレイの中にこれ餌がね入ってるのでこうやってねいっぱい入ってるんだよこの中にねだからもうそのまんまで、ね、置くだけねじゃあちょっとこれね詳細を見てみましょういやほんとこれねあの800円ぐらいだったしたかなこれねうんまあこんな感じなんだけどえっ、ー、とねどんな効果があるのかちょっとね見ていきましょうこれね はい。えっ、ー、とね、特徴をまずね、見ていきましょう。ね。まあ、あの、有効成分ね。よいしょ。有効成分。ジフェチアロール配合。一度食べるだけで効くってやつね。うん。家庭用、シャツ、ネズミは何て言うのかな。ナット家材として40年ぶりに開発されたジフェチアロールは、プロも待ち望んでいた強力、シャツ、 これネズミは何て言うんだっけ、ネズミ何,何成分というのかな何とか成分ですよねで。一緒食べれば効くので警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できますと。でワルファリンなどは3日、5日連続して食べさせることが必要ですが、ジベチアロールは一口食べれば優れた効果を示します、ねで。ジベチアロールは成分効力比としてワ,フル,フワルファリンの300倍効くね。ね ね、で本製品を食べたネズミは内出血を起こし数日かけて徐々に死に至りますので他のネズミに警戒心を抱かせませんということだよ、ね、で、まあ、抵抗力の強いスーパーラットにもしっかり食うということで、ねまあ、クマネズミドブネズミなどの大型ネズミはもちろんこれまで効きにくかったスーパーラット、ね、などどんなネズミにもしっかり効きますよということなんだね。 それで、あのこれね、確かにね、あの昨日おじいが台所にパッて電気をつけたら、ああのまいつもは台所の上に親ねじめがいたんだけどね、今回の場合は、あの野菜用き場のところからね、あの冷蔵庫側のほうに、テケ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 ってね、もう見えるでしょ、テケ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 って、そんなしばしこくないんだよ。親電じめはしばしこく トゥルルって、目にも止まらないはずで、トゥルルって行くんだけど、小ネジミがね、テ,テキ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 って言ったんだよ。目にも止まる速度で、パッって行けば捕まえられるんじゃねえかなと思うぐらいね。でも噛まれると嫌だからさ、あの、ああはあって、冷蔵庫の下入っちゃったんだね。それで、あの、昨日言ったようにね、あの、どうしようかと思ってね、全部とりあえず、もうあの、押し入れの出入り口だから、押し入れを締め切って、ね。あの、 こう、二三日、押し入れ締め切ってて、あの、この餌を中に入れておいたから、こっちに来ることがなく、その餌だけ食べられたんだね。あの、プロテインも壊れちゃったんだけど。で、昨日はね、開けといたんだよ。開けといたらやっぱね、出てきたんだよ、押し入れから。それでね、あの、とにかくもう、冷蔵庫の下にいるのは分かったから、あの、押し入れ全部閉めて。 ね、で冷蔵庫の周りにあるあの小物を全部どかして、ね、もうバタ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 出てこない、ガーって、だんだんだってやったけど、出てこないんだよ。ねでね、あのしょうがないからね、車中剤ね、シューってやったらね、反対から出てきたんだよ。出てきて,きて、トコトコトコって出てきて、もうここにいるんだけど、ゆ,ゆるゆるして出てきてるんだよ。多分もう、これが効いてるんだよね、本当 で、いろして、捕まえればいいんだけど、ネズミ捕まえたくねえじゃん。で、なんかねえかな、なんかねえかな、なんか生いただきかなんか開けもいいから、なんかねえから、ないんだよ。で、ないからもう、足でダだダってやったら、またあの、反対側にドカドカつってって、またあの、冷蔵庫の下に入っちゃったんだよ。<laughs> しょうがねえなぁと思って、でも、てかもう、外出したかったからさ、で、あの、しょうがないから、まあ、あの、モップね、あの、百円ショップで買ったモップがあったから、<laughs> そのモップ持ってきてね、で、こう構えて、で、あの、 その反対側がまたシューってさ中断やったらね、ほったらまたあのー、靴の方にね、出入り口の方に、ヨる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 って、もう、ヨるヨるヨるヨしてできたね、あもう、でも、これ、これころってなってるからね、で、あの、ガッて押さえて、窓、あの、戸を開けて、パンって外をしてたんだけど、もう、パッて押さえてる時に、まあ、あの、口から血が出てたんだよ、これね。で、ちょっとしみちゃったんだけど、あの、マットがね、 うん、あの車昔の車の引いてたマットを出入り口のとこに汚れてもいいに置いたからまあそれはいいんだけどさ、ねあのー、もうやっぱりね内出血起こしててよろよろしてたんだね、うん、苦しんでたんだと思うよでそこに殺虫剤でねこれはたまらんして出てきてねうわっつって,言ってなのでもうポッて押さえてちょっと口から血出てたけどポーンってとりあえず表に出しておいてであのー、急いで玄関に行ってミミちゃんのうんこ取るやつマジックハンド取って でつまんでドブしちゃったんだけどねあこれ効くね本当にで餌もねあの全部食べちゃってたようんで多分おそらくあの杉も持って帰ったんだろうなって,ってこれ1個全部全部ないのよね綺麗に最初ね置いた時はあのほんのちょっとなくなってたんだよ なのであの、リアルおじいもね、おネねじみの野郎、ちょっと食ったあとがあるぞ、つっ,ってね、うん、もっと食わねえかなって言ってたんだけど、でそれからあの、わずか2、3日ぐらいなんだけどね、もうおじいが昨日見たときはもう、もう、この、体だけこうやってひっくり返したんだよ、戸を開けたら。あれと思って、で、中身が、で、いっぱいあったから、そんなにすぐなくなるわけないじゃん、どう考えても。 なので、あの、どっかばらまいたのつって、いろんなとこ前に立ったら、うんうん、そのまま置い,た置いただけるよって。ないよって言ったらね、そうなんだよ、みんな食っちゃったんだよねって。ええー、と思って、これみんな食ったのかって。おいたら、巣に運んでんだよ、多分、つってで。大丈夫だよってね。あの、おそらく巣に持って帰ったら、そこの、あの巣、巣に持って帰ったら他のネジミも食ってるから、多分、そろそろ弱ってる頃だと思うよってね。いや、そんなに速攻で効くのと思って。 あの本、ー、当ね、すごいネズミの被害なんだよ、何年も。と、まあ、いうか、もう、ととか削られちゃったのもすごく嫌なんだけどさ、押し入れの中とかさ。とにかく、あの開、ー、け閉めのここの角のとこね、ここを、あのー、みんな削られちゃうんだよね、歯で、むかつくことに。で、押し入れの中は、あのもう本当、出入り、ちょうどね、 このハツカネズミがね、出入りしやすいように穴が開いてるんだよ。どうやって穴を開けたんだろうね。あのー、こう、なんていうかな、こう押し入れがあって、床があって、この床のとこにさ、トムとジェリーみたいにこういう穴が開いてるんじゃなくてさ、あの、ちょっと、ちょっと高いとこに穴が開いてるんだよ。だネズミはこう、でもね、10センチぐらいのネズミが、 こう立ってガリ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 やっても届かないとこにあるんだよ。あ、で、ま、あの、どうやって板を貼り付けたのああれかこれかこのあの、バッテンの、なんだっけ筋換いって言うんだっけそれがあんのかな裏に。そうかあの、押し入れの、こうなって裏側にこういうの、そこ下ってガリガリやったのかなもしかして。うん。で かり穴開いてるんだよそこねそっかちょ,ちょっと間ねその穴,穴,穴手入れてちょっとこうやってやってみればわかるよねだどうやってくんのかなと思ってジャンプしながら歯でカリカリ穴開けてであのー、ねジャンプして入ってくんのかなって思ってそうじゃないなんかあるのかもしんないね、うん、いやーもう長年のねあのー 昔はね、あの普通に大きいネズミ、もうちょっとね、大きいネズミなこれ多分クマネズミぐらいだと思うんだけど、あの普通のね、この形のね、あのクマネズミだね、多分ね。これはよく何回か捕まえたことあるんだよ。玄関とかね。あのもう結構いっぱいササササいたからね。あの リアル、OG、が捕まえの得意だったからねで今回はあの20日ネズミなんであまりにもちっちゃいからあのこう罠仕掛けてね餌だけうまく食べられちゃうんだけどちっちゃいもんでその押し,押し切れないっていうのかなその取り切れないちっちゃいからね力がないんだよ、うん、だからあの引っ掛けてかバーンって落ちるまでねいかないんだねこれがね うんだあのクマネジミとかド,ドブネジミみたいに大きいと,あのカテッと取る池がないからガーンってバーンってこう入り口を落とせるんだろうけどちっちゃいからねそこまで行かなかったんだと思う多分そんな判断で話した感じねいやでもこれはね本当にに、あのー、嬉しいねもう家ちの中ボロボロにしゃれたし でラーメンとかああいうのもみんな引きちぎられたしあとあの中に入れてたねプロテインだけじゃなくてあのいろんなものなんか入れておいたんだよなんかそらそれみんなねあのかじられてたんでいやもう腹立たしいってありゃしない本当ねまださあのねえにじんじわりちゃったとか野菜食わりちゃったとかなんかね置いてあったら食べ物をそこら辺ちょっと食べられちゃったったらあもうネじみバカ野郎って思うけどさ しまってあるものを食べられるとすごい腹立たしいと思わない。うん、まあせめてさ、まあ、せめて100歩譲って、その、まあおじ、お台所の上に何でいたのかというと、おじキャベツ千切りしたりとか、なんかね、そのまま生ごみしてればいいんだけど、葉っぱとかさ、なんか野菜とかさ、なんかの、上に置いといて、次の日に捨ててたんだよ。とにかく、たタたたって作ったらさ、そんなく、あのなんていうの、汚い生ごみじゃないじゃん。あの野菜とか。 なもんでさそこに寝てきて、そう言われればそこにネズミがいつもね、そこで目撃してたんだよ。さあって、ああ、そうか、野菜食ってたのかなと思ってね。そうなんだよ。あの、にんじんとかもさ、こうやって切ってさ、あの隅っこの部分があるじゃん。置いたら、あのそのまま生汲みしてないで、そこにあのトレーのところにポンって置いておいて、で、次の日捨ててたんだよね。なもんでね。うん であの至る所にいろんな風があるからねこれで出てこなかったらいいんだけどね、うん、いやいいよあの一匹一匹罠を仕掛けてあの頑張って取るよりもこれで一網打尽にできるんだったら本当嬉しいねそれで今回の「手、えーまあ、に持って帰ってねあの、まあ、表で死ぬよということなんだこれね。 その場で知らないから、あの、3日から5日かけてじわ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 とね、内出血を起こさせて、ね、死ぬってことなんで、あの、ネズミっていうのはね、ほんとすごい警戒心が強いから、ね、あの、もう1匹なんか罠とかでギャーってチューチューって言ったら、もう危険だぞってね、その信号を発しちゃうから、他の仲間がね、来なくなっちゃうんだよ。で、 あのネズミ取りの中で取ってもそのまま水でブクブクやって戻してもに匂,匂いをしっかり取らないとあのそれがもう危険信号を発してるからね匂いでね本当にきれいに匂い取らないと次のネズミ捕まらないってそれぐらいねじみってね警戒心が強いんだよだからあのこのじわ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 ね、あのー、やっつけるんでそ,その場で例えば台所なんだけど台所とか、ね、玄関が。 危険だよ、つって信号を発してるわけじゃないから、他の仲間のネズミに気がつかない。で、巣に持って帰ってくれればもう同じだよね。あの、仲間のネズミがそれも食べてくれるってことだからね。うん。だから、あのね、クマネズミの場合は厄介なんだよね。あの、家の中に巣があるから、巣に持って帰られて、あの、くたばるとしたら、家の中でくたばられちゃうね。あと、あの、ネズミの死骸が臭いでしょ、とにかく。ね。 で今回の場合はハチカネジミなんで、まあ、農村環境にいるってことで、牛の中にマシュを作ってない可能性があるんでね。だからね、まあのまあ、どっかで死んでくれる分にはまあ別に全然構まわないからね、ほ、ねうんね。まあ、あの、いや、嫌、まあ、だけどね、うあの完全にフワいムがなくなるまでは結構臭い、夏来たら最悪だもんね、ネジミの死骸なんてね、本当 あの、牛の中に石があってそこで知られたらたまったもんじゃないけどもね。そう思うとやっぱ現物捕獲した方があの安心って言えば安心なんだけどね。でもなかなかね、素晴らしっこいんだよ。ハツカネズミっていうのは。ねまあネズミ捕まえるんだったらね、あの、ネズミ捕まえるのが得意なユーチューバーがいるんだよ。ねそのね、ねそのネズミ捕まえるの得意な おばちゃんユーチューバーに頼めば、<laughs> いくらでも捕まえてくれると思うけど、うちぶっ壊されちゃうからね、あの、壁とか床とかみんな剥がされちゃう。バキ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 剥がされちゃってね。で、あの剥が、剥がした材料で何作られるか分かったもんじゃないとね。<laughs> ネズミ捕まえるユーチューバーがいるんだよ。ね、そうなんだよ、ね。ね、そのネズミ捕まえるね、あのユーチューバーコストコが大好きでね、本当ね。 コストコ行っっててはねね大量買いするる動画撮ってるよほんと、ねまあ、そんなわただこれほんと気をつけなきゃなんないのがねうちらミミちゃんとかペットがいるんだけどペットも食べちゃうからだからあの本当うかちに変なところには置けないからねあのミミちゃんがねうっかりあの台所に入っても大丈夫なのにねあの押入れの上の段のところに置いてあったんだけどね、まあ、あとはあの 冷蔵庫の裏とかね、ガスレンジの下とかね、まあ、本当はあのガ,あのガスレンジの奥のとこ置きたかったんだけど、ミミちゃんがよくね、なんかクン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 ,クンってそっち行くんだよで。それ見てるからそこには置けないしね。な、うんね、んでミミちゃんの餌もさ、もうミミちゃんこんな食べちゃったのって言ってもさ、違うんだね。そこに、あの、糞がいっぱい、もうすごい大量にあるんだよ。その本箱の裏とか、そこの隙間に。 どうやってそんな隙間に入るのか分かんないけどすごい大量のフンがあるんだよふすま開けるとだねミミちゃんのご飯をねみんな食べられてたんだ昔ね動物の被害っていうのはね嫌だよね前はねあのミミちゃんの餌ね物置に置いておいたんだよでみんなねあのネズミにも食べられてたんだけどあの穴開けられてねあるカラスが食ってやがった 本当あのバカカラスがねびっくりしたよカラスがドッグフードをつついて食ってんだよ袋穴開けて犯人お前だったのかみたいなねネズミとカラス、ね、あとあの猫猫も食ってやがった本当にすっごい昔食うんだよだから物置に置いとけないよ食べ物をねいやカラスはびっくりしたね まあ、あの、なんていう密室になってないからね、裏の物置ね、隙間があるからいいんだけど、おじいがガラガラって開けてね、こらっつったらね、もう、バタ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 って、すごい暴れてた、物置だからバタ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 ってね、パニックになってて、ガツガツぶつかってた、バタバタバタって、やめなよ、おめえ、羽落とすんじゃねえよっつってね、で、あの、上取りすぎてね、バーって表逃げていったギャーギャーつって、2匹いるんだよ。 バカガラスが。ね。あの、いつも、ミミちゃんシャンポーをこねえとね、上からね、ウェーイって上からウェーイってね、このクソガラスねってね、いつもバカにして泣いてるカラスがいるんだよ。お前、ほんとそのうち打ち落としやりたいなっていうぐらいね。ほんとムカつくカラス。あの、つがいなんだよ。2匹いるんだよ。いつも。うるさいカラス。ね。もう決まってんだよ。 カラスはいっぱいいるんだけどあの特別な2匹がいるんだよ。で、その1匹なんだよね。めっちゃムカつくんだよ。で、あのそのカラスとかね、あとあのハト、まあ、とかもいるからね、まあ、カラシよけになるかなと思って超音波のやつあるでしょ。で、あれ置いといても全然逃げない。ハトも逃げないし、カラスも逃げない。全然逃げない。あの超音波のやつ。 全然あの効果なしっていうね本当あのおじユーチューブでねアップするのをあの断念したんだけどあの仲のいいね仲のいいあの中国のねお友達がねお友達がこれ売ってるからあのねあのじゃよかったらねあのピア r してっていうからねあいいよっつってねであの送ってもらったいんだけど。 <laughs> あの全く効果ないんだよ <laughs> で。で海に行ってハトがいっぱいいるからハトモードにしてねでやってもハトその周りいっぱい寄ってくるんだよ。何も聞かない。でカラスがいるからカラスに向けて超音波発信してるんだけど全然聞かないんだよ。であの猫よけモードにしてやっても猫逃げていかない <laughs>。 <laughs> 全,然全然聞かなくて、で動画2、3本チャレンジして撮って、まだバックアップあるんだけど、あの全然結果が出ないからあの、アップ断念したんだよ。でごめん、これあの、全くダメだよ、これちょ、ちょっとおじいのところではちょっとこれ紹介できないよ、つって、これ絶対売れないと思う、つって。でもあの、在庫がいっぱいあるあ抱えてね、困ってるんだけどって、いや、でも、 でももうあのメルカリとかああいうところで値段も持って安く出してる出品者もいっぱいあるしもうあの本当にねたたき売りするぐらい本当バカみたいな安く2個3個まとめてあのもう投げ売りして現金化しないとこれ無理だと思うよっ,つって、ね、おじいアドバイスしたんだけどいやあの全然ねいかないんだよ。であのその後にね あの改良版の新型、中国製品ってそうなんだよ、2000何年度、ね、最新型とかね、改良版で何が改良したかわかんないけど、改良版とかってよく出てるんだよ。で、ね、あの新しいのがね、うん、出ましたっつって、いや、懲りないでまたこれ扱っちゃうのみたいな、前のやつ売れたのって、であの送ってもらったんだけど、新型も来たんだけど、それで動画撮ったんだけど、 何がどうかかったわかかないんだよでしかも全部モードにしても全部の周波数出してくれるんだけど何も聞かないんだよ。であの本当はね全部モードだとあの人間生産みたいになってて動物が来たらピューっ,って音が出て威嚇してくれるんだよピューっ,ってびっくりさせて逃げてく。で泥棒要ケモードがあるんだけど。で そのモードは専門のモードであるんだけど、全部モードにすると、あと、あの犬猫とか鳩とかねあの、そういうモードの他に音が出るモードって全部を交互にやってくれるっていうのがあってね。で、そうやっても、ね、音が出ないでだよ。ダメじゃんって。で、思ったら、それと同じことがもう評価に書かれてるんだよね。音が出ませんってね。これはさすがにね、あの、おじいも、あれだったらね、まあな、仲のいい、 ねえずっと付き合いのある、あのー、お友達の案件だったんだけどごめんこれはちょっと無理だわ <laughs> って言ったのがある一個ねそれでどっか残ってたからまだあるかなどっか残ってるはずなんだよねちょっと待って,てす,ぐすぐ探せるとこにあるかな何本か動画 あった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 動物劇大旗パート1パート2ってあねちょっとだけ見せようか、まあ、あの見たい人いるかどうかわかんないけどねちょっと待ってよ大きさがさちょっと待ってよもうこれねバカみたいに大きくなっちゃうんだよ画面の大きさよいしょ4分の1にしてでちょっと待ってね これ見たい人いたらもう、もうそろそろもう、あのーきょ、去年の出来事だから、もうそろそろアップしてもいいけどね。こんな感じでさ、で、モードがあるから、ネズミ用とか犬とかキスとか、だかこれがあるからネズミ用にすればネズミが逃げていくはずなんだけど、あの、これ仕掛けても全然結果出なかったんだよ、ネズミもね。でさ、あのー、こうしてちゃんとね、ほんと非公開動画なんだけど、買って鳩いっぱいいるでしょ。 ハトがさ、いっぱいのとこにこうやって置いて、電池も充電もしちゃうんだよ。で、こうやってさ、置いて1回目で行くね。で、ハトがさ、全然逃げる気配がないでしょう、ほら。<laughs> これ今、ハトモードにしたんだけど、全然逃げねえんだよ、これね。で、ちょっと進めて、ほら。ね。ほら、もう全く変わんない、ほら。全然変わんない。 ね、ほら全く変わらないねほらダメじゃんっつってねでその後の動画があってえっ、ー、とねパート2えっ、ー、とねっと待ってよパート2の動画続編の動画があってで撮り直しで全部モードにして今度はね全部モードにしますよっていうことでね であのモードをね全部にしたよってね、うん、であのー、やり直し、ね、リベンジ、ね、で今度戸を開けたまま今度こうしさっきは戸閉めてたでしょ今度戸開けたまんまもうこんな近くでいてさほら全然これが全部モードで音も出ねえし鳩逃げねえでしょ鳩余計になんないでよこれでモード切り替えでいろんなモードでね 1>, もう1番2番3番って全部ね全部のものを試してみようということでねいろいろやってたんだよこれでねでもほらご覧の通り全然逃げねえっていうねもうこう,もう,こうもう無理でしょこれねえ <laughs> 4番全部もう無理でしょこんな近くにいて全然さあと逃げねえんだから無理でしょこれ <laughs> いろんなジェンモードでこうして試したいんだよ。無理でしょはとよけになんねえよこれ,これほら。ね赤い光は出てるんだけど意味ないでしょこれ。ねさすがにね、うん、赤い光はちゃんと出てるんだけど全てのモードでね取ってダメだったんだよね。 ダメだこりゃーっつってねバイバーイダメでしたーっってであのー、この動画はねお蔵入りになったんだよ、うん、であのー、ね出品者にこれ見してあげてっしてね、うんあのー、おじいがこんだけ頑張って検証したのにあのー、もうまったくだめ全くで,ダメでしょ、ね だからネズミよけモードとか、あのイタチモードとか、ね、鳩モードとか、ね、犬猫よけとかあるんだけど、ダメだもん。で、あの光と音で撃退も音が出ないし、これが改良版。ね、何が改良されたのってね。だね、あの、こんなもんなんだよ。だこういうので、あの、期待してね。 うん、あの気休めでネコよけになってるのかなハテよけになってるのかななんてね思ってやる人もいるかもしれないけどねねじみよけに超音波置いとけばねねじみが来ないだろうって思っても実際に何の効果もないからねああいうのはねやっぱりこういうもので確実に撃退しないとダメなんだよと、ねまあ、そう思った、まあ、今回はこのアース製薬の協力デスモアってやつこれほん 本当に、ね、もう感謝本当、もう、小ネズミ1匹、ボロボロって出てきたよね、小ネズミ1匹いるっていうことは、そのおじいが見てた親ネズミと、あと小ネズミ、絶対にいっぱいいるはずだよね、何匹もね。巣がどこにあるのか分からないけども、あのーうん、もう全部、まとめて消えてくれることを祈りを本当ね。 まああの今度試してもいいけどねキャ,ラメルキャラメルコーン買ってきて押し入れに1個置いておいてもしそのキャラメルコーンがなくなってたらまだネズミがいるっていうことでねキャラメルコーンがなくならなかったらあのもうネじみないかなっていうねそうやって反対しようかなと思ってます、ねまあ、今回は本当ねあのネズミの駆除にはこのディスモア本当におすすめだよ、ね、これ800円ぐらいで買ってきたとしたけど、ね、あの1個200円ぐらいなんだねあの4個入りだから。 いや1個でこんな結果出たからね、うん、楽しみ楽しみおじもねおんだけねネズミで駆除で困っている方がいたらこの動画を役立ててくださいアース製薬のデスモアこれは本当おじいも認めるあの効果だよ、ね、もう子ネズミがフラ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 ,フラ,フラってしててねすぐに知らないとこがみそだよねだから仲間のネズミに危険を察知されないでね うん、撃退できますこれは本当にいいものだなと思ったねいいものを開発してくれるね本当ねあと3回チャンスがあるからね確実に撃退しようそんなわけでおじいでした暇つぶしになったらねグッドボタン押してねただもね30分喋ったね16時16分だねもう2月の13日になっちゃった明日2月の14日木曜日だね あの確定申告は何日からだっけあれ始まる前に行ってやってもらおうと思ったけど始まっちゃうとあの建物、ね、あの移動してそっち行かなきゃならないんだ、まあ、はあのあのいはそっち行かないけどもね何日からだっけ確定申告の期間14日か15日どっちかなんだよえっ、ー、と と、3月15日までえ、じゃなくていつからっていうのがね受付何日からだっけなちょっと待ってねえー、っと受付時間どこにも載ってないのご案内 何か広報かなんかで何か載ってないの ?1 から1までって。えー、これだ。え二 ?2 月の18日から ?3 月の15日。あそうなのいつも15だか十16からなんだけどね。なんであ土日が挟んじゃってるからか。 そういうことか。で、18日からってことなんだね。そうなんだね。じゃあ、まだ今週中に行ってしまえば、本格的に始まるとあの会場に行かなきゃなんないんだよね。うん、ねそうなんだね。よし、じゃあ、あの、18日までだったら、今週中に、じゃあ、済ましてしまおう。ね。うわあと、あ,とあの、書き込むだけだから。ね。 で、あの、間違えると困るから、去年のやつにね、一回下書きをしてからね、で、あの、書かないと、あれね、位置ずれちゃうんだよ、あの、1月、2月、3月、4月って、4月ってあるじゃん。で、それをあのプリントしたらこう、写してくるだけなんだけど、なんか一個ずれちゃうとかないそういうのって。あの、あのプリントするのでやってればいいかもしれないけどさ、ね、あの、手でやってるからさ、ね、手と保存は、あの、ソフト使ってるけど、 あれもねあのプリントでやればいいけどめんどくさいんだねあれもね、うん、あと1個あの間違うと全部やり直しでボールペンで書いちゃうとあのもう修正してもめんどくさいでしょだまた紙もらってきてまた書き直してってやんなきゃならないからさクソめんどくさいんだねだから必ず下書き書いてやるね そっか、月曜日からか。よし、頑張ろう。ね。そんなわけで、ネズミのお話でした。おじいでした。またねバイバイチュー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 チュ,ーチューね。あれかなあのー、ディズニー系ユーチューバーの方はネズミ大好きなのかな <laughs> どうなんだろうね。<laughs> ミッキーマウス好きな人ってネズミやっぱ好きなのかな <laughs> ネズミ可愛いってなっちゃうのかなどうなんだろうねちょっと疑問だよね。ミッキーマウスとネズミはまた別物かなしょぼくな疑問でした。またね。バイバイ。